ということで今回も大阪なめがわさんの松本さんにお越しいただいております。松本さんよろしくお願いします。お願いします。松本さんの本も書いてらっしゃいますんで、ぜひもっと詳しい情報とかを知りたい方は、まあ、ホリエモンチャンネルみたいになってますけど、あの本も買ってぜひ勉強してください。ということで今回は成功談とかはね、あのいろんな YouTube チャンネルとかいろんなところで広告とかで出てると思うんですけど、失敗談を聞いとくとあれか、自分でその失敗を回避できるから、いろいろその失敗事例を聞いといた方がいいってことですよね。うん、ということで、なんかあの結構やべえやつがいっぱいあるらしいので、松本さんの失敗も。いろんな経験もしてますんでね。その辺を包み隠さずお話しいただけるということで、今回はね、失敗談トークでお届けしていきたいと思います。はい。どうしても不動産屋の人っていうのは、成功ストーリーで喋ってまうでしょ。こうだからいいですよって話しまうけども。はい。僕もやっぱりあの土地でいっぱいいろんなやっぱ地雷を踏んできてるんで、その失敗談というのはやっぱりいっぱいいると思うんですよね。いっぱいいるっていうのはどういうことですか？あの聞いておく必要があると思う。もちろん経験した上でリカバリーできたら一番いいけども、やっぱできない人もいてるでしょうから、あのやっぱり他人の失敗談ってやっぱ聞いておいた方が、そしたらその同じことをしなければいいんですねみたいな形にもなっていくと思うんでね。ああ、それも僕になかった引き出しだな。やっぱそれ新宿買ってるからや、最初時代の少ないやつ買ってるからまあそうですね、僕夜逃げされたぐらいですもん夜逃げってあんだと思って。新宿でも逃げた？あった。いや、ありましたよ。しかもあれ、その時知ったんですけど入れないんですね、そのプライバシー的な問題。あ、でも入れない、そうですよね、うん、俺の家だぞって思いながら、あの警察の人に、あ、ダメですとかって言われて、はぁみたいな。まあでもそういうルールなんで、別にそのイライラはしないですけど、いい勉強になりましたね。失敗談そんな語ってる人いるかな？いてないよ。でね、結構ね、さ、あの一番最初のあれじゃないけど、やっぱりかっこいい生活してるよって言ってる人はね、あんまり失敗談言わないですね僕は結構、まあ失敗は話は、あれなんていうか、まあこれはもうよくある話でしょうけどね。あの最初買った物件なんか、あのあれでしたっけ、あの実は一回破産したんでしたっけ？いや、破産はしてない、破産破産はしてないけどね、あの3回目の家庭ですみたいな、破産して一家離散つって、実は今のさっきの円満な話は実は3度目の家庭なんですみたいな、あの冗談ですけど。でもあのあれはやっぱり家賃でやっぱり銀行返済できない時もありましたよ。最初の方でしたっけ？そう、最初の時ね。いや、恐怖。そうそう、だから給料から補填せなあかんかったから、家に何て言うかなと思った。え、それ何がどうなったんでしたっけ？あのね、最初買ったのは21室あるワンルームマンションを買ったんですよね。21室なる1棟もの買ったんですよね。え、あの RC ですよね。RC ね、さっきあの一番最初買ったやつね。一応、はい、3つぐらい取ったんですよ、買った時3月で。で、まあまあ、それでも、まあ、家賃から、まあ、銀行で返済はやって、まだ残る状態やったんですけども、なんか翌月、また1室咲きました。で、また翌月1室咲きましたってなってきて。4月、5月ぐらいですか？そう。怖っ。部屋付けも厳しいじゃないですか、そのね。はい、時期的にね。で、6室空いたんかな、夏ぐらい。そうなってくると、そのもちろん台風があったから、その分家賃収入は入ってこないですよね。あれ、ごめんなさい、何室あったっておっしゃいましたっけ？全何室？21のうち21だ、30% 弱ぐらいだったんですか？ちょっと怖いですね。返済は、じゃあ返済時か、その、家賃が減ってくるのと、そのね、退去された後はそのもう一回部屋なんかきれいにしないといけないですから、これやっぱり費用かさむじゃないですか、これね。だからそういう工事代金も含めてくると、家賃から銀行の返済と工事代金引くとマイナス。え、返済比率どれくらいだったんですか？これって、この時ね、あのね、建物本体のやつは、いわゆるそのフルローンで引っ張ってこれたんですけども、これで、50% 前後ぐらいだったんですけどね。あ、これはまあいい感じですね。それ以外に、次の物件を買うお金を作るために、別で金融機関がお金引っ張ってきてたので、これを入れるとかね、7割近くなってたんですよね。あ、もう終わった。そう。そういう感じ。うん。で、まあ、そんなんがあったんやけども、で、まあ、ここは、その退去した理由もわからなかったし、どうしていいかわからなかった。まず3室空いた時点で、ちゃんと管理会社さんに話をして、どういう条件で次埋まりますかというのを聞きながら、3室と2室、1室にする工夫をしてないといかんがあって、もうそこはもう全部管理会社さんにもう丸投げやった、ね。最初ですしね。で、ここの管理会社さん、僕、あんまり最初会った時、もう一つ印象良くなかったんですよ。良くなかったんやけども、売り側の業者さんの紹介だったんで、僕、誰に頼んでいいかわからなかったから、とりあえず少々お願いしますみたいな形で任せてたんやけども。
でちょっと動きも悪かったので、で僕はその、自分の足で、まあ、近隣の仲介業者さんを全部こう訪問して、で、まあ、いろんな話をする中で、まあ、管理会社さんを変えたんですね。で変えた中で、こうしてこうしたら埋まりますよ、私オーナーさんちょっとここはこういう負担をしてくださいねという話をいろんなする中で、変えた後はちゃんと部屋決めがしていって、あとはほぼほぼその物件はそれ以降は満室に近い状態で回ってます。だから管理会社の選定というのはやっぱ一つ大きなポイントだなとはその時思いましたね。ああ、じゃあその失敗談からの学びとしてはそこなんですね。管理会社さんそれ以降の物件に関しては、最初物件を選ぶときにはやっぱりちゃんとした管理会社さんも、まあ、一緒に見つけていくという。ああ、管理会社さん大事っすよね。で特にあの1棟目は京都でしたけども、2棟目3棟目は福岡だったんでね。え、1棟目京都なんですか？京都の山科区っていうところです。え、めっちゃいいとこじゃないですか。まあでも当時山科ですかって言われたけどね。え、マジですか？僕山科良かったな、まあ、あのすごいいつも通過してましたから。うんうん、で僕も嫌いなのはマジじゃない、ないです。京都の物件買われたんですね。京都ってすごい買いづらいイメージがあるので。そうそう、閉鎖的な州なんでね、京都はね。そうそうそうですよね、金融機関とかも。あ、ごめんなさい、でその後福岡に買われたんでしたっけ。うん、で福岡とも行けないでしょ、そんなしょっちゅう行かれへんから、ちゃんとした管理会社選ばなきゃあかんなと思って、で、まあ、そこも、飛び込みで行ったらいいところだったんで、もう未だに10年間をしつけさせてもらってますけどね。あと失敗って何やろね。鉄筋コンクリートはちゃんと屋上防水見た方がいいですよって話をね、さっきしましたけども、はい、僕の買った物件が屋上防水、屋上見ずに買ったんやけども、まず屋上の防水がたび傷んでました。かつ、なんか前のオーナーさんがそこに、鉄柱を、ね、鉄の柵かなんかを売ってたみたいで、これは多分太陽光乗せてたんかもしれませんけども、それを、柵を抜いた後、そこがもう雨水が下に落ちてきそうな感じのところでした。穴開いとるやんけみたいな感じですか。でかつ、そのいわゆるその雨水が流すところが草がいっぱい生えてて、あ、水がこう漏れない状態、あの落ちない状態、通ない感じなんですね。雨が降るとその屋上はプールになって、うわ怖っ、ね、プールになってるような状態の物件を買ったんですけども、もうそれこそ梅雨の、7月ぐらいかな、買ったのがね。その8月、9月、9月の大雨なんだった時に、あの雨漏りがしてますと。うん、で、管理会社が現地行ってもらったら、もう、お湯でぐらい、膝ぐらいが来てますよ、雨水が。ほんまプール。うわ、怖っ。とりあえず、まずあのその詰まってるので、まずその泥を外してもらって、やってもらって、で、まあ、流してもらったけど、もう完全にもう防水が合うからって、防水工事、これ、どれがいるかなって、200万ぐらい、200、2、30万だったかな。うわ、きついな。こんなの出す、もうね、買ってすぐやから、その物件でお金止まってるわけがないわけから、これ、たまたま売られた方が業者さんだったんですよね。はい、お業者さんやったんで、これと貸し担保責任取れるんじゃないかなと思って、で、これお宅のあれでしょって、こんなん聞いてなかったんですよって言って、当初は220万こ、まあ、僕の方でするから、この代金をちゃんと保証してって言われて言うてんけども、いや、それはもう向こう、あの、いや、当方でしますと。うん、だって向こうでまあ任したんやけども、まあ、その220万保証したかどうか別としてね、まあでもまあ、それでなんとか防水をやってもらって、まあ、それ以降はまあ、もう仲になったんですけども、よかったですね。そのあれですよね、一応その見ていただいている方のための補足説明すると、うん、不動産業者さん、まあ、売られている物件って個人が、まあ、僕たちみたいな投資家が売っているものと業者が売っているものがあって、で業者さんが売っているものだと2年ですよね、その貸し担保責任、うん、っていう、まあ、なんかそのそれこそ今お話みたいなものとか配管が飛んだとか何かそういう見えないところで問題が起きたものに関しては2年間売り主の責任ですよ、直してくださいねっていう、まず一応取り決めがありまして、まあ、それの期間内だったんで大丈夫だったということですね。そうです、はい、いやー危ね。だからこれ一般の方から買ってたらこっち220万負担して防水せなあかんですね。一般の方でも一応その契約書に書くのはできますけど、基本的には面積だったり長くてもまあ3ヶ月ぐらいですからね。そうですよ、まあまあ、あっても3ヶ月でしょうね。よくて3ヶ月ですよね。僕ら一般の時はやっぱりそれは貸し担保はやっぱり書かないですけどね。じゃあそこからの学びは何ですか？事前に見る、あの屋上、まあ、あの屋上ある時は屋上見ましょうと。それは近場の物件だったんですか？
これはね、滋賀県です。もちろん僕一応物件買うまでは絶対現地は見てますからね。ああ、全部行くんですね。見ずに変わった物件は、1個だけありますね。ありますやん。 Google だけで見ましたけどあるあるですね。僕も1個、ま、未だに見てない物件ありますね。え、あ、そう、はい、あのそれ母親が見ました。もういいんじゃないみたいな。でも新築やからね。まあ、そうですね。立地条件だけできるもんね。そこ一番優秀ですね、今。うん、ほぼ開かないし、学生さんで埋まっててありがたいんですけど。いやー、面白いな、失敗談。屋上開かれないときは、まあね、どこを見たらいいのかっていう話を、まあ、あのセミナーとかで言ってますけど、ね、現地調査。どこ見たらいいんですか。物件の顎を見なさいと。あー、それ分かんなかったな、最初。こうなって、こうでしょ、建物ってね。今どこ何の話してるんですか。側面、うん、これどうなしてんねん この顎、あ、分かる。ちょっと横にやって、こうなってるってことですよね。屋上があって、そうで、ここでしょ。ここどうしたらいいんですか。そこを見た時にね、屋上から水が漏れてる時はコンクリートを下ってくるんで、あ、その下がね、何の作業これ。あった、こうね、はい、こうなった時の、はい、ここ上からこう雨水が下ってきたときに、それでよかったじゃないですか、最初からそのリモコンの説明で。僕のこれ何だったんですかここが見えるでしょ、ここは下から見えるでしょ、うん、ね、コンクリートのモルタルがちょっとめくれてたりとか、色が変色してたとこになってきたときは、屋上からこう水が下ってきてる証拠、ね、普通の雨風ではできないシミなんですか。いや、これ吹きつけもあるかもしれんけども、それってほら一時のもんである。で、塗装が剥がれてきたりとか、こうちょっと膨らんできたりしてたら、もう絶対上からの持ってきてるでしょうから。おー、すげえベテラン大家さんだ。だから屋上防水がちょっと傷んでる証拠なんですよ、それはね。だからそういうのは下から見たら分かる。僕はでも新築だからまだないですね。あの固定資産税の支払いシミュレーションに入れ忘れて数字悪化したっていうのありますけど、計算の問題でしょ。その賃貸経営上の問題じゃないですよね、それはね。そうですね。まあでもあと僕で致命的な失敗ではないですけど、なんだろうな、2つ目に買った物件が徒歩18分、あの見ていただいたやつ、埼玉県の、やっぱ遠いのと、あのそこまで僕マーケティングちゃんとやんなかったんですよ、あの物件。家賃がどうとか入居付けがどうとかってやらずに買っちゃったんで、まあ今こう僕が持ってる物件をダーって並べると、あの物件が一番入居率がやっぱ悪くて、また出んのかいみたいな、では入れんのどうしようかなってなるので、やっぱその買えたら OK みたいなとこはあるじゃないですか。解体病じゃないですけど、買い進めてるうちになってくると個数が増えるのがいいと思った時一瞬あるよね、やっぱりね、うん、僕それが初めての法人で買ったやつなので、最初個人で買って、それが初めての法人だったんで、うん、まあなんかいろいろやってみたいなっていうのもあって買ったんですけど、やっぱりこう買って自由な時間とか幸せな時間を手にするのが目的で、そのための手段なので、やっぱそこをおざなりにしちゃダメだなっていうのはちょっとありましたけどね、うん、キャッシュフロー出てるんでいいんですけど、基準を上げるんだったらそういうのをしなきゃなと思いましたね。僕もやっぱりね、あの一番嫌なのが、やっぱ空室が一番嫌なんだよね。部屋が空いてるのがただの損失ですからね。働いてないなんていうのを思ってしまうんで、もった以上はその物件で働いてほしいから。でもそれやっぱいると思うんですよね。そのマインドがってことですか。うん、あ、大家の知っての考え方としては、例えば入居率8割5分でいいよとか9割でいいよとかでなくって、やっぱり100を目指すべきやと僕は思ってる。こう新しい物件を買うよりも力を注ぐべき場所ではありますよね、うん、まずは。なんかあれ不思議ですよね。なんか毎月5万支払ってねって言われたら嫌なのに、空室を埋めるっていうのをなんかちょっとこうほっといてもいい予感が出ますよね。なんか不思議な感覚だなってすごい思うんですけど。同じことやねんけどね、入ってきてもそうなんですよね。そんな感じですかね。いや面白かったな、失敗だ。もう一個すごい失敗しっかりと言ったって、これは会議歴だけど言ってよ、そういうの先に。取り用ですか。テナン事務所と、あのいわゆる住居の複合マンションを買ったんですけどね、ジェイコムさんってあるじゃないですか、ケーブルテレビのジェイコムさん。6階建て7階建てのうち4階までがジェイコムさんが扱ってたんですよね。入居されてたってことですか。そう、あ、事務所としてね、レジデンスとテナントのガッチャンコ物件ってことですよね。で、まあ、それでまあ回ってたんですけども、家賃、まあ、家賃がね340-350万ぐらいあるんですよね。全部で満室だろうってことですか。満室でね。あ、200万以上がジェイコムさんなんですよ。うーわ、怖ー。でもちろんそこスタジオもありますし、もう何千万という機材が入ってたので、ジェイコムがケーブルテレビでこう配信するスタジオってよくあるでしょ。あー、そういうことか。ある時ちょっとあのよそで新車を戸建ててるという噂を聞いたんですよね、ジェイコムさんが。うん、やばいとこれはやばいと思う。
て、もうすぐにあの知り合いの仲介さんに話をして、すぐ買い手見つけて送ってくれと言って、もう1ヶ月かからんうちに売ったかな。それはうまいことやりましたね。あのもっと時間かかってたら、リンゴの残債以下でしか売られなかったかもしれない。あれですよね、入居入れ直すっていうのももちろんあるわけですよね。入れ直すっていうのもそれは3分の2がそこやもん。そのダメージがでかいかい、うんうん、入れ直してる間の、うわ、情報戦ですね。もうあれは助かりましたよ。逆に買った人かわいそうって思っちゃう。ただ買った人にももうこれね、まあ、そういうことを匂わしてましたもことを言われたら嫌やったんで、はい、買う方にもいつとは分かりませんけども、ジェイコさんが退去される恐れはありますという形はちょっとされてました。ライバルだったら嫌やしね、うん、そうですね。そのなんか一時の勝利でね、時間ごちゃごちゃ失ったり揉めたりするのはすごいめんどくさいですからね。もっと詳しい情報とか、松本さんから次回何か教わりたいなっていう方は、概要欄にある松本さんのメルマガをぜひ登録していただいて、取っていただけたらと思います。今回はありがとうございまし た, ました。貴重な失敗談トーク。もっと失敗する話が出るかもしれませんか。もうしないでしょ、こっからのそんな失敗は。でもあのちょっとあのご本人いないところで言うのもあれですけどね、仲いいんで大丈夫かなと思うんですが、金沢の川上さん、まあ、いろんな事業を展開されてすごい、あの僕も尊敬してる大好きな方なんですけど、あの温泉旅館復活させようと思ってお金とかしたっていうのは、そういうのは出てくるかもしれないですね。これからよりレバレッジがかかる事業に何かを投資して飛んだっていうのは、失敗したらすぐこのチャンネルで言っていただけるってこと、はい、長時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。